練馬区で職員のボーナスに課される源泉所得税の納付が3年間にわたって遅れ、税務署からおよそ3700万円を追加徴収されることが分かりました。練馬区は緊急で会見を開き、行政としてあってはならないとして謝罪しています。この度は誠に申し訳ございませんでした。行政としてあってはならない不適切な事務処理であり、私どもとしてはこうした事態を重く受け止めております。練馬区によりますと、職員に支給する夏のボーナスの所得税は7月10日までに納付する必要がありましたが、職員が手続きを誤り、9月に税務署の指摘により発覚したということです。おととしから今年まで3年間にわたって納付が遅れていたということで、延滞税など合わせておよそ3700万円を追加徴収されることになりました。納期限を誤認していたことにより、税務署への納付が遅延をしておりました。銀行の事務処理方法が変更されたにもかかわらず、担当者が納付期限を本来の期限の1ヶ月ごと誤って認識していたということです。あってはならないミスに区民からは怒りの声が。まあ3年もあったなら、何かしらのその内部の調査だったりとかは、メンテナンス的なことはやっているべきではあったはずなので、まあ正直残念な気持ちですよね。ちゃんと見直して再発しないようにやってもらいたいなと思いますね。区は追加徴収される金額について職員の保険でカバーすると説明していて、区長と副区長は3ヶ月間 30% 減給する方針です。